でね、もうナスの水分がね、ナスッと出てる。こう、これですよ、これ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 。で、こうかけてあげる。どうも、ダメ人間でーす。ということでですね、今回はこれです。こいつを使います。ナスのステーキっていうのをね、やっていきたいと思います。ナスって皆さん、ステーキしないでしょ。煮たりとかね、焼いたりとか、ね、あとはラタトゥイユとかね、そんなもんばっかですよ。そんなのにもう、私は屈しないです。今回はですね、このヤスをステーキにしていきますということで、今回はお酒にぴったりのヤスのステーキやっていきます。ありがとうございます。リュウジのバズレシピ。今回はね、ナスだけ、あとは調味料だけ、一つね、100から 110g ぐらいのヤスですよ。でこれをラップにね、くるんでいきます。ということで、こいつをまとめていきます。ぐるぐる巻きにしてください。で、こうやって包んでいく。で、これも包んでいく。はい、よろしくよろしく。ここからレンジにかけていくんですけど、レンジにかける前に、じゃあ今日はですね、いいお酒をもらいましたね、これね、朝倉ですね。はい、じゃあもうこれでね、ね、いただきます。うめえわこれということで、今回は朝倉を飲みながらやっていきたいと思います。ヤスを2本、これをですね、ラップして、このね、で600で3分半チンします。はい、ということで、完成しました。で、こいつはね、ここにポンって置きます。で、これなんで最初にチンするかっていうと、これね、見てると分かるんですよ、これね。でもね、これね、めちゃめちゃ熱いんで、ちょっと皆さん気をつけて、これ剥がしてくださいね、これね。でね、もうナスの水分がね、ナスッと出てるんですね、これね。こんな感じになります。そしたら、このヘタの部分はね、ちょっと切っちゃってほしいんですね。で、僕はこれ熱いですからね、皆さん。僕は特別な訓練してるので全然熱くないんですけども、こうやって、ちょっとこうね、ヘタの部分切ってあげてね、したら僕は熱くないんで全然あれなんですけども、全然皆さん冷ましてからやってくださいこれね。僕はよく見ててください。こうステーキにするんですけども、これね、結構ね、柔らかく蒸してあります、これ。で、こいつをこうね、切れ目入れてあげるんですよ。で、こうやってね、こう開いてあげるんですよ。これなんです、これを焼くの。こうするとね、中がいい感じに焼かれてですね、もうね、いいジャンプになるんですよ、これね。はい、あ、こんな感じです。中がね、ほら見てください、この中がドゥーティーでしょ、ドゥーティーで、これの利点っていうのは、丸ごと焼くより、この焼かれる部分が大きくなって、非常に香ばしくなる。僕いつも思ってるんですけど、もうね、ニンニク入れとけば何でもうまくなるからね、本当に。だから皆さん、ニンニク入れてください、うまくなるから、軽率に。そんな感じで、はい、やっていきます。はい、で、これで最後じゃない、シャリシャリです。はい、じゃあやっていきますよ。はい、で、バターですね、入れて熱していきます。やっぱね、バターね、これね、バターなんで入れるかっていうと、バター入れとけば何でも美味しくなりますから、皆さん。はい、なぜかというと、バターがうまいんで。そしたら、このね、開いてる部分を下にして焼いていきます。こう、これですよ、これ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 。で、中火で焼いていきます。で、この時も、できたらですね、できたら、こうね、ちょっと落ち着けながら焼いてあげると、綺麗に焼き目がつきますんで、ちょっとね、焼いて、焦げ目をつけた姿がこちらです。ほら、どうです、これ、ほら、どうですか、これ。美味しそうに焼けてますね、これね。この焼き目。そしたらですね、裏は、まあ、そこそこでいいんで、ここで、ここでソースを作っていくんですね。みりん大さじ1、はい、酒大さじ1、山田醤油が大さじ1、シュガーが1つまみです。そしてさっき剥いた
これね、ニンニクね、ニンニクちょっと削って半角点ぐらい入れてあげます。味の素1、2、ね、ほらほら、いい照りになってきたでしょ。そしたらね、スプーン入れて、で、こうかけてあげるね、これそうそうね、かけながら焼いていく。そうするとね、全体的に味がね、染みますので、これね、最高に美味しいから、最高に美味しい素敵になるから、これをね、お皿に持っていきます。それでは、ナスのステーキを盛り付けていきたいと思います。はい、まあ、こんな感じで、こんな感じですね。で、ここにソースをたらっと、で、ここに黒胡椒ですね。黒胡椒ね、ぜひ粗挽きのものを使用してください。ということで、こちらでナスのステーキ完成です。ということで、できました。食べていただいております。食べます。このナスのステーキはハイボールと思いますよ。そしたらいただきます。じゃあ、これ肉厚のナス、こいつのステーキソースをたっぷりつけていただきます。大主義ナスがを一回レンチンすることによって、ナスの内部がものすごくジューシーになるんですよ。で、このジューシーなところにね、ジューシーさだけではね、やっぱりね、足りないと思って、ここにね、バターでね、香りとね、焦げ目をつけてするって、香りがすごいの。味変カンフージェネレーション、山椒でございます。山椒これね、振ってください。振って食べる。めっちゃうまくなる、これこれはうまいよ。これもうまい。これ山椒あった方がいいわ。うん、あると、うん、倍うまくなる。うん、この醤油のタレと山椒が合う、本当に。では、これから私打ち合わせですので失礼します。おいおいおい。